まだ来れてない方のためになんかぜひ画面録画とかやっていいのかな画面録画なんかそういう感じのなんかまあみんなに拡散してください私の言葉をはいで今日は30分しかないのでちょっとまあ話したい言葉伝わるといいなと思うんですけど先ほどえー、まあ先ほどっていうかなそうえっとですねじゃあ話しますね えーと今回ラルムさんとその,の、えっと、レギュラーモデルオーディションのちょっとテロップ書きます <laughs>。 こんな感じでえっとえっとですね先ほどツイッターの方で発表させていただいたんですけど、えー、ラルムさんのレギュラーモデルオーディションというオーディションに参加させていただくことになりましたもうすでにそうオーディションをやっていったんですけどまだファンの方には、えー、伝えられてなかったので今回やっと伝えられて 伝えることができましたっていう感じなんですけどえっ、ー、とまあでもどうして私がこのオーディションに参加したのかっていうのをちょっと聞いてほしくってあのまあ前からファンの皆さんの前でなんか目標っていうか一つまあ夢っていうかのでラルムさんに出演したい紙面に出演したいとかその雑誌に乗りたいっていうことを。 まあ以前から言っていたっていうのもあるしあとやっぱりこう応援してくださってる方がなんかみなみちゃんが出てほしいとかそのみなみが出てるのみたいとかっていう声がえっとかけてくれていたのをっていうのもあるので、えっと、今回参加させていただきましたでもえっと私はねすごい悩んだんですよねうんと最近さ ショールームでさ、ビスさんのイベントとかさ。やったじゃないですか。あまりにも。みんな、皆さんが。頑張ってくれたから。に。という素晴らしい結果で。あの、ビス、あ、とビスさんの撮影。をさせていただくことに。なれたんですよね。だから、今回また。自分のやりたいことを。 またこう挑戦したいと思うことを発表してそのなんかあまりにも期間が短いから応援するにもできないよっていうふうに思われてるかもしれないなと思ったんだよねだからすごい悩んだんだよねどっちがいいかなみたいなそのまああんまりイベントごとを立て続けにやってるとさなんていうんだろうまあ頑張りたくても もうこれ以上頑張れないみたいなところもあるじゃないですかどれに軸を置いて頑張っているのかわからなくなったりとかするじゃないですかだから普段だったらそのあんまり立て続けに今回ショールームのイベントをやったからもうちょっとお休みしようかなとかそういうことを考えてたんですけどでも今回は違ってあのラルムさんって私が本当にずっと出演した いっって思って思たことだし夢の中の夢っていうかもう夢としてなんか個人としての夢がありますかって聞かれた時にそのラルムさんの雑誌に乗りたいっていうことをファンの方の前では言えてたぐらいそう昔からそう思ってたんですよ。だから今回は そのあんまりにもイベントごとが立て続けでファンの皆さんを苦しませてしまうかもしれないって思ったんですけどでもやっぱり自分の夢を応援してくださっている今だからこそいろんなことに挑戦することってすごい大事だなって思って自分もなんか挑戦する勇気をそのショールームのイベントでもらったので今回ちょっと頑張ってまたやってみようかなと思ってでもファンの皆さんには本当に無理してほしくないし。 何て言うんだろうな,なんか楽しんで応援してもらいたいっていうのもあるしもちろん夢を叶えたいっていうのもあるんですけど、まあ、楽しめる範囲で応援てていいたただきたいなっていう風に思います本当にいろんなところで自分が何だろう応援してくださいって言い過ぎた部分もあったと思うのでっていうところもあるんですけどでもやっぱ挑戦することってすごい大事だなと思うし自分がこうやって挑戦したいって思えることが すごく今年はいいっぱいある本当に毎日毎日これやってみたいこれやってみたいこれやってみたいっていうのがたくさんあるからこそ今すっごいなんかこんなにいいお仕事とかも公演とかも握手会とかも全然なくても本当に毎日将来のこととかなんかこういう風になりたいなっていうのがすごく明確にというかはっきりいろんなものを に挑戦してみたいっていうのも自分の中で感じてだったらちょっとやってみる価値はあるのかなっていうふうに思ってそそうそう,そうだからなんか本当にすごい知名度のある方とか AKB の,の先輩だったりとかいろんな方が挑戦している中で私もその一人としてチャレンジすること行動することっていうのは本当に誰でもできることじゃないから。 そのそういう先輩たちにもついていきたいなって思うし自分も NGT からは私だけなのでなんかそうだね自分がチャレンジする姿挑戦してる姿を結果、まあ、まだわからないけど見せていきたいなっていう風うに思っていますっていう感じですねそうチャレンジすることってすごい大事だと思うしうーん なんか自分ちょっと前までだったらちょっと私だったら無理かなみたいなそういう感じも多少はあったと思うんですけど自分の中で今一番頑張りたいって思う時だしこのチャンスを掴むために今までそうはっきりいつもラルムさんに出演したい出演したい出演したいたいって思っていたっていうよりかは。 いいいつか叶えたたっって思って思のでそのいつかのチャンスが今来たと思ったのでそれは絶対に今回 LINELIVE で配信してそのポイントで、えー、第2次審査第3次審査通過通過っていう感じでそういう感じでそうやっていくんですけどまだ詳しいことまだ私載せてないんですけどまだまだ全然、あのー、どう発う なんか私にも正確な情報があんまり回ってこな,来てなくって多分簡潔に言うと「ショールームのイベント」っていう感じですねまあ「星を投げて」っていうのもあるんですけど星はそんな,なんかすごいショールーム並みにすごいめちゃ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 ,めちゃ頑張る感じではないと思うんですよ多分1時間に100個とかその1回に1時間経ったら100個投げれるよみたいなそういう感じかなって思うんですよねうん多分ね そそそそそう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 うハートなんだよねそうでハートが多分1時間1人100個投げ入れてプラスでそのマッショールみたいにギフトとかそういうなんかプラスのポイントも重なって全体のポイントとして、まあ、第2次審査が通過です第3次審査が通過ですとかっていう感じなんですけど一つ違うところはやっぱり配信の制限がないんですよねだからいつ配信 するかとかと何時間配信するかとかそういうのもないからそうなのだからちょっとね私もねそこは読めない何なそうなんだよねちょっと毎日24時間配信することはちょっとお互いね楽しんでイベント参加できないじゃないですかかといってそんな中途半端にやっていたらまあもちろん応援してくださっている方にも失礼だし私もその中途半端な気持ちで離婚したわけじゃないのでそうです多分第1回が15から 二十三かな一週間一週間多分三週間ぐらいあるか第一審査あ第一審査終った第二審査第三審査二時三時終わって撮影会みたいのがあってそう五日間か五日間あるんですよねそう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 二十十五から二十三ですね。 そう15か,23ん15から20かな15から20でしたそう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 ね本ほんとヒヤって感じだよねそうでもねそうラインライブも多分やったことないじゃないですか皆さんまあもちろん他のあの応援してる方とかいたらあると思うんですけど、まあ、私のファンの皆さんは私しか見てなかったら多分ないと思うのでそうなんですよラインライブねででもラインライブにもカラオケ機能とかあってすごいなんか あとなんか猫とかねつけられるのそれすごい楽しみなの自分の中でそうそうそうでもなんか最終日ですごい決まるみたいなその LINE のイベント l i n e l i のイベントみたいなのをちょっと聞かしてもらった時になんかそんな感じだったんですけどそう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 ハートの投げ方とかまあそんな複雑じゃないんですよ全然多分なのでまた私がまた絵描きとかで書いてまた Twitter とかで投稿させていただきたいね うん、そうそうそう。あとなんか、できることはね。まあ、ショールームっぽいよね。ショールームっぽい感じ。でも、LINE ライブだと、その画面が縦なわけ。だから、すごいなんか、インスタライブ的な。そう、インスタライブっぽい画角になる。だから、ショールームとはまたちょっと違った画角にはなるかな、みたいな感じですね。うん、すごいなんか、 楽しみチャンネルフォローそうそれで私チャンネル作ったのでチャンネルをちょっとフォローしていただいて多分そしたら通知来るのかなうんっていう感じなんですけどそういう感じなんですよ画角立てちょっと久しぶり久しぶりというか初めてぶりでうん楽しみですね <laughs> でも本当になんか不安とかよりも 頑張る気持ちがすごい強いしなんか頑張るって言ってもそのがむしゃらに頑張るってよりかはなんだろうファンの皆さん,とのなんかが喜んでもらえることをしたいとか自分が思ってることとかを伝えたいとかそういうなんかこうよりなんだろう私のことが見れる多分この配信しなかったらあイベント参加しなかったらきっとまあそこまで。 私も毎毎日毎日,毎日よもやってるかまあ毎日何時間も見ることはなかなかないと思うのでね今好きでいてくれてる方はいっぱい毎日楽しめるという考えで全然大丈夫なのでそんな気負わず手探りだけどねお互いねやっていきましょうでもすごい楽しみなんだよねなんかそう。 ラルムさんに出演したこと出演っていうのかな登場っていうのかな紙面に出演したこととかもないけどでもやっぱなんかね今年に入ってね私ねすごいねなんかねいろんなねやりたいこととかねめっちゃ見つかるのなんでだろうなと思って今まで全然なんかこれやってみたいと思ってもう全然ファンなんか。 だからこれやってみたらとか言われてもそんな私は全然って思うことも多かったからでもなんか今年はその私は全然そんなレベルではないなっていうふうには思うけどでもやっぱりなんだろうやりたいことがあるからそうもっともっと頑張ってそう。 チャレンジできる時にチャレンジしなかったらいつチャレンジするなんかまたチャレンジできるタイミングがもうないかもしれないじゃないですかだからそうそうそうあとまた私はこういうチャレンジとか挑戦するのにから避けてきたっていうのもあるし避けてきたというか。 苦手だったんですねそういうなんか結果がついてくるのがすごい怖くてだけど今回は本当に、うん、今回はっていうか今年か今年はすごいなんかいろんなことをやってみたいやってみたいあれやってみたいこれやってみたいっていうのがあるしでもやってみるからにはそのファンの皆さんが協力してくれないくださってくれないとできないことじゃないですか。だからそうファンの皆さん が喜んでもらえることを一生懸命考えてやりたいって思います。なので、そうですね。今年はねチャレンジャーで行きたいと思います。で私ね地元のね新潟のね <laughs> 新潟のスーパーのねチャレンジャーっていうのなんだけどねめちゃめちゃ安いのチャレンジャーっていうスーパーなんだけどでねチャレンジャーにね小学生の時によく行っててねなんかチャレンジャーってね。 安いねお菓子とかねよく買ってもらったしねなんかそう業務用スーパーだからねなんかすごいねおっきいねなんか私5人家族なんだけどあの私と妹と弟とパパとママねで、ま、マロン入れたら6人なんだけどそのチャレンジャーのね業務用のねなんか揚げ物とかね好きなんだよねそうたこ焼きとかね <laughs> 売ってるよね <laughs> そうしかもめちゃめちゃ安いのそうなのチャレンジャーね 面白いよね <laughs>。そうなんだよ。全然関係ない。そう。チャレンジャーに。負けないぐらいチャレンジャーに。なれるように頑張ります。そうね。チャレンジャーって新潟しかない。うん、多分ね。新潟だよね。うん。そうそうそう。 で、そうですねでまあでも今回シャーベットピンクのシングルとかもあってやっぱり皆さん応援してるどこに事故を置いて応援してるのか分かんないみたいな感じになっちゃうと思うんですけどまあでも本当に自分がなんか楽しんでもらえる日々楽しいって思ってもらえることが一番なので。 うん <laughs> 応援し,してくれたら本当に嬉しいです今回はという感じですねうんまさかこんな早いタイミングだけあんなにさショールームさやったじゃんショールームやってあんなにさあんなにさみんながさ応援してくれてさ本当に本当もうやんないで、ね、みたいなこともさたくさん言われてきたわけよだけどもう本当にやんないでって思ってのこれだから おまた来たーみた来みいな感じだよね <laughs> そうなんですよでもねやっぱり,り NGT からも一人だっていうところもあるしやっぱり今までずっとずっと応援してれてくれた方がいるからこそまあ WISS さんのイベントの時は惜しくもさ2位だったじゃない まあもちろん4位からの2位だったんで本当大健闘なんですけどもう,もうちょっとで1位だったじゃないですかだから今回は本当にそう1人なんですよあの1年間契約できるのがそのラルムさんに出演できるのがそうでも2位と3位はねそうまた別なんですけどそうなんですよねだからまたそういった意味でなんだろう 何か気合入るよね私はめちゃめちゃ <laughs> めちゃめちゃ気合入ってんですけどねうんでももちろんすごい不安があるんですけどそうえでも何人から一人のこれえでも3500人ぐらいだった気がするあ違ったっけな忘れちゃったなんかラルヌさんのツイッターに書いてあったうん でもやっぱそんだけオーディションを受けて私は5,800人くらいの一人だからそうですねそこはうん何人いてもこれを絶対に勝ち取りたいって思う気持ちがあれば全然関係ないと思うし。 ファンの皆さんがいてくれるからもうなんか多分本当にこれで本当にこういう配信のイベントとかは多分もう本当にもうよほどのことがない限りもうもう終わりになるので <laughs> 終わりんっていうかもう本当にさ近々やる予定ないのでそうだから今回 <laughs> 本当これが最後と思ってもらってそう構わないです。本当にまた もうやるよってなったらもう本当にもう本当に何してんのってなっちゃうから <laughs> そうでもまあねこ,これから1か月ぐらい1か月もないかぐらいはもう配信者として LINE ラ,ライバーとして頑張るのでそう頑張りますねとてもねえ <laughs> そうなんですよねでもね5850人かそかそうでも LINE ライブを NGT でやるのも,もう前あのイベントのャーベットピンクの時の MV 解禁時見てくれたかなっていうのも。 あるかなだから LINELIVE のひやり方はちょっと難しいけど難しくないかもそこまでややこしくはないと思うのでうん <laughs> そうそうそうでも明日はね様子見て配信しようと思ってうーん多分18時から19時やってみて一回。 18時か19時やってうんやってからだね18時19時やってで,で1回多分間空けて明日は2時間ぐらいなんか,なか様子見ないと分からんじゃないですかちょっか言えてないんだけどだから2十 一時から二十二時とか。の二回とかかな。そんな感じになると思います。うん。とりあえず十八時から十九時。ですね。将来ライブでやります。そうね。うん、でもラルムさんの。そう、あんまり。わからない方も多いかな。と思うんですけど。そうだね。ラルムさんはすごく。なんだろうな。 他ででは表現できないようなん当に何だろう私がこの雑誌をそのナルムさんの雑誌を買って本屋さんで買ってお家に帰る時にで見る時になんかこんなこれに近い表現があるかなって思ってちょっと考えたんですけどなんかねあれなんですよなんか。 前から欲しかった可愛いアクセサリーを買ってそのお家に持って帰ってそうすごいワクワククすするじゃないですかそれを身につけたりとかしてすごくなんか自分が可愛くなったかのような魔法をかけてくれるような雑誌でもう本当にそれを読んでるだけなのに目,目で自分がこの読んでったら可愛くなれるかのような。 すごくなんだろうな。そうだね。魔法みたいな雑誌なんですよね。っていう感じなんですよね。そうなの。だから。毎回。そう、すごくなんだろう。新しい雑誌発売されるとワクワクするんだよね。本当に。うん、前からそう。昔からね。好きって言ってたからね。そうなんだよね。 でも本当にその雑誌にの中のモデルさんとか本当に可愛くて本当に本当にもう可愛いいきれい美しいっていう感じで。 本当にうんそういう感じなんですよねなのでまたそう一緒にもう本当にまたイベントかよと思われて本当に。 思われれるる方もいるかもしれないいかしなんですけどでも心優しいみなみの皆さんもうそういてくれるのを知っているのでぜひ一緒に夢を叶えていただけたら嬉しいなと思いますオーディションなのでこれはうんそうねそう大好きな雑誌に載れたらねそんな嬉しいことはないよね本当に LINELIVE のチャンネルも あれですもう使いましたのでフォローしてくださった普通に加藤みなみーって出てきますうんそうそうそうっていう感じですねうん、うん、えー、嬉しい離れてても一緒に頑張れるの嬉しいってありがとうそう言ってくれてうん いう感じで配信の内容とかもねいろんな内容にしたいなと思うのでまあ明日はちょっとあのなんだろう、まあ、四隅っていうか <laughs> という感じなんですけどまあでも今年すごいいろんな挑戦チャレンジさせていただいてることがまあすごい嬉しいしワクワクするし楽しいのでだから。 そうだねそうやってどんどんそんなチャレンジすることってなかなかねなんか年齢を重ねるにつれてなんかできにくいというかなんだろう今だからこそできることもあると思うのでそうねっていう感じで <laughs> 頑張っていきたいと思います。 あ緊張するでもなんかなんだろうねどうしたらどうすればいいかメールで教えてうんそうだねそうしますですねツイッターかメールツイッターとメールかな使いますね時間は有限だからねうんそうだねそういう感じそうでうんみんなおる 本当、ね、ありがとう <laughs> でも私本当にこれからまた膨大なサインのサインをたくさん書かせていただくことになるしあとあの t v ブロスさんうんなんだっけあのネットのほらあの NGT ってたくさんメイクしてるテレビブロステレビブロスさん。 ですね、もうとかもあったりとかで本当にそうサインの量本当にやばい,いやでもビビるぐらい本当にどうしよう本当にやばい <laughs> びっくりするよ多分みんな誰も当てられないぐらいの量なんですよでも本当ありがたいんですよね本当にみんなの予想してるみんなの予想がどのぐらいか分かんないけど予想してる10倍ぐらいあります わかんないけど <laughs> みんなの予想がどんぐらいか分か <laughs> 右腕無事かあでも無事今んとこ。でも本当手はね手なのかくらいのねえっ,っていう感じですね。ビビるビビる本んにえっ <laughs> そうそうそう, <laughs> そう。 何本ペンを使うなんかねこのねマーカーっていうねペンがね優秀すぎてねこのペンまあとりあえず2個で足りました今,今んとこねでまだ全然書いてないそうなのえ本当にねこれ書いていいのっていうぐらい本当にそんなそんなに私のサイン欲しい人いるのかなって思うぐらいそうなのでそのサインとかも書く 時間とかも多分頑張って見つけながらという感じ <laughs> 最近忙しすぎてやばいでも本当にそうあと TikTok とインスタと更新と毎日ねあ TikTok は毎日やってないけどあでも今日更新しました TikTok 見ましたなんかさっきお仕事しててお仕事の間にそう今日あんまメール送れてないなと思ってあどうしようと思ってメール の文章なんか適当に書いて送ってもあれだなと思ったからティックトック撮りましたティックトックを撮って送,送信しました送信投稿 <laughs> 投稿しました, <laughs> しました <laughs> 見たありがとうそうあれはねでもね15回ぐらい撮りましたでもそんぐらい <laughs> そうなのティックトック 空いいててる時時間間その待ち時間っていうのかな休憩時間にとってであとはこのえっ、ー、と明日からの「ラインライブのちょっと話とかもそうしててスタッフさんとそういう感じですね本当に <laughs> どうしたらいい自分が一人じゃ全然足りないぐらい頑張りたい気持ちはあるので頑張らせていただきますので。 たくさん多分いい意味で言えばたくさん私を見れる機会が増えると思うのでなんか明日から「ハードだ大丈夫かな頑張ろう」っていうよりかは今日明日からかとみないっぱい見れるぞっていう気持ちで <laughs> 頑張っあの楽しんでもらえたら嬉しいなと思ます私もすごい LINE イブやるの本当に初めてだからすごい楽しみなのね。そう だからそれでみんながなんかコメントとかしてくれたりとかそのメールの返信くれたりとか一つ一つのことに対して TikTok あげたりとかしてる時に「あテ TikTok 更新してくれたら嬉しい」みたいなコメントとかはあったりとかそういうなんか一つ一つのことを反応してくれてる最近すごく反応がたくさんしてくれて嬉しいなっていうところもあってそうなん みんなにも本当に感謝してますメール頑張るねメールがまだ今日2通ぐらいしか送ってないからあと3通送りますでもね今日ねそう今日ね <laughs> お家にねそうお客さん来ててだからあのお客さんというかお客さんあまあそうなんですけどなかなか <laughs> そうこのあとねお話ししなきゃいけないんでちょっと 頑張りますです <laughs> っていう感じなのでじゃあまたそのラルムさんのオーディションはまた明日から LINELIVE にて頑張らせていただきたいと思いますですなんかすごい楽しみなんでめっちゃワクワクするの本当に楽しみそうなの本当に楽しみなことばっかりで。 嬉しいね本当にみんなありがとうございます。ということでじゃあちょっとお客さん来てるのでちょっと帰ったか帰ってないか <laughs> そうちょっとじゃあ一旦ここで失礼させていただきますのでじゃあまた明日から頑張っていきましょうということで今日はありがとうございましたでは期待と不安を込めてまた明日じゃあねバイバーイありがとう